皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画はキラキラ眩しいダイヤモンドネイルの作り方をご紹介します。まるで本物のダイヤカットのようにキラキラ輝くこのデザインはかなりハイレベルなネイルアートです。でもこのアートを1本取り入れることでゴージャスな仕上がりとなり、人とは被らないデザインとなりますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。今回はネイルチップに塗っていきますが、地爪に直接塗る場合はネイルケアをして、爪の表面に軽くヤスリがけをしてエタノールで油分除去をしたら、ベースコートを塗ってライトで硬化したところから始めましょう。まずは一番最初にノンワイプトップコートを塗っていきます。この後ミラーパウダーをこすりつけてメタリックな下地にしていくので、その前にまずはセリアのノンワイプトップコートを塗って表面をツルツルにしておきます。下地をメタリックにすることでよりキラキラに輝きますよ。爪全体に塗り終わったらライトで硬化します。次にキャンドゥのシルバーのミラーパウダーをこすりつけていきます。アイシャドウチップか指にパウダーを取ってまんべんなくこすりつけます。またここで使うミラーパウダーはシルバーにしておくと最後にカラーチェンジすることができるのでおすすめです。ミラーパウダーをこすりつけたら余分なパウダーを払い落とします。ミラーパウダーをこすりつけたらダイヤモンドのキラキラした部分を作っていきましょう。使うのはキャンドゥのシルバーのネイルホイルです。本来このネイルホイルはホイルジェルを使って爪に転写していくものなのですが、今回はこのホイルをそのまま貼り付けていきます。まずはホイルを細長い三角形に切り取っていきます。同じサイズの長い三角形をたくさん切り落とします。こんな風に交互にハサミを動かして切っていきましょう。たくさん切り取ったらこのホイルを爪に貼り付けていきます。まずはベースコートを爪全体に薄く塗ります。ホイルをくっつけるためだけなので薄めに塗っていきましょう。全体に塗り終わったら切り取ったホイルを爪にのせていきます。三角形の細長い先端を爪の中心に置いて貼り付けます。同じようにして爪全体にホイルを貼り付けます。全部に貼り付けたらぴったりと貼り付けるためにシリコンスティックで圧着します。ホイールをぴったりと貼り付けたらまずはこのまま硬化します。硬化したら余分なホイールを切り取りましょう。次にこの上にダイヤ型を作ります。以前ご紹介した宝石ネイルの作り方と同じ要領で作りましょう。ダイヤ型に使うのはクリアファイルです。このクリアファイルをダイヤの形に切り取っていきます。自分の爪幅、長さより
一回り小さいところに印をつけて、点と点をつないでダイヤ型に切り落とします。また目印をつけたペンのインクをこのままにしておくと、ジェルに色移りしてしまうので、キッチンペーパーにエタノールをつけて拭き取っておきましょう。ダイヤのシートができたら、次はこのシートを使ってダイヤ型を作ります。まずは爪全体にノンワイプトップコートを塗ってホイールをコーティングします。全体に塗り終わったら硬化します。次にセリアのアイシングジェルを準備して、筆などでジェルをたっぷりめに取って爪の真ん中にのせます。次にクリアファイルから切り取ったダイヤのシートをアイシングジェルの上にそーっとのせます。そしたらアイシングジェルがダイヤのシートの下にまんべんなく行き渡るように上から優しく押さえます。ダイヤの角までしっかりジェルが行き渡るように細長いライン筆でアイシングジェルを誘導します。ダイヤのシートの下にまんべんなく行き渡ったら、このままネイルライトで硬化します。硬化したらダイヤのシートを剥がしましょう。ダイヤの角からピンセットを差し込んで外します。セリアのアイシングジェルは未硬化ジェルが残らないタイプなので、これで完成になります。またこの上から半透明なカラージェルを塗るとカラーチェンジをすることもできます。その際には地爪が透けるこういったシアー系のカラーを選んで塗ってくださいね。キラキラのダイヤモンドネイル、いかがだったでしょうか。手間がかかるデザインなので上級者さん向けのデザインとなっていますが、5本指の中に1本取り入れるだけでゴージャスな仕上がりになりますので、皆さんもぜひお試しください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。